までまっすぐつながっている一本道、アベニュードップラオペラ通りを歩きます。後ろにはオペラ座ガルニエ宮、そしてこの一本道、ここをルーブル美術館まで歩きます。バツ、この通りはとっても大きな大通り、メイン通りです。お、早速じゃーん、女の子マークのクッキー屋さん、かわいいでしょ。お土産におすすめです。このクッキー屋さんは中に入ると必ず1個試食させてくれます。何がおすすめって、このカンカン、とってもフランスらしくてお土産にも喜ばれると思います。お隣はゴディバー、これ好き。そしてこの通りにはたくさんのバス停があります。わあ、にぎやか。なんでだろう、パリってメガネ屋さんがすごく多い。儲かるのかな。この道に突如、歩道に突如現れるエスカレーター、これはメトロの出口です。ここから上がってこれます。スーツケースをしている人がとっても多いのは、今は冬のソルドセール中なので、ブランド品をたくさん買って行く人が多いみたい。このコーヒー屋さん閉まってるけど、朝太陽の光を浴びながらここで過ごすのが好きです。さっきのスーツケースもそうですが、パリではブランド品のハイブランドのショップバッグを持っているとひったくりとかスリに狙われやすくなるので、ハイブランドのお買い物をしたらすぐにホテルに送ってもらうか、ショップ袋とかに入れ替えて持ち歩くのがおすすめです。パリに観光に来たことがある人は気づいたかもしれませんが、パリジャンはハイブランドを身につけている人がほとんどいません。ヴィトンのバッグとか持てる人もいないし、お財布もハイブランドじゃないし、やっぱりハイブランドを持っていると狙われやすいので、というかあまりハイブランドを買う人もそんなに実はいなかったりします。そこで今いるのはアベニュードオペラ通りです。こうやってガラスに映るパリも綺麗だな。日本では日本の国旗ってあまり見ないけど、フランスではところどころにこうやって国旗が飾ってあります。お、この行列はピエール・エルメだ。ピエール・エルメに並んでるの初めて見た。そしてお隣は雑貨屋さん、じゃん、ここはおすすめの雑貨屋さんです。オペラ通りの真ん中あたりにあります。よくおすすめの雑貨屋さんどこですかって聞かれたりするのですが、パリには日本のように何でもある雑貨屋さんっていうのは本当に少なくて、こういう何でも売っている雑貨屋さんは本当に珍しいです。紙は紙屋さんとか、画材は画材屋さんといって専門店になっているのがパリの特徴です。ここは何でも比較的揃ってる。ポストカードとか、ここはあとこういうテーブルの下に敷く上かプレート、クロワッサンとかボロボロこぼれるからこういうの敷くのね。中はこんな感じ、お土産向けなものが揃っています。日本人にとっては
わあ、かわいいっていうものがたくさんあると思います。店員さんも日本人もいるし、日本語が喋れるフランス人の人もいるので、安心してお買い物ができます。あ、でもスリには気をつけてくださいね、店内も。で、お隣はつながっているのですが、本屋さんになっています。子供向けの本とかをいっぱい売っています。フランス語の本って、飾るだけでも可愛いなって思います。おすすめです。こういう落書きもとってもパリっぽい。パリというかフランスっぽい。おお、目の前も長蛇の列になっています。なんだろう。ああ、ここはパン屋さん？パンっていうのかな。これのことなんて言うんだろう。ケーキ、パンが売っています。私はここの朝食が好きです。言っても今は店内では食べられないのでお持ち帰りですが、ちょっと上に写真載せておきます。そしてお隣はじゃん、メガネのパリミキ。パリミキ、本当にパリにあるんだ。本当にすごいです。紅茶も美味しいけど、個人的にはマリアージュフレが好き。そして斜め左前、かっこいいな。じゃん、そこ斜め左前に見えるスターバックスはスリの職場でもあり、ナンパスポットでもあります。この辺りは日本人好き、アジア人好きのフランス人が集まる場所でもあって、アジア人目当てのナンパがとっても多いです。日本だとナンパっていうと軽い人のイメージとか簡単にするようなものじゃないってイメージありますが、フランスではイメージ通りというか、ナンパは一つの文化のような感じです。そんなことないってフランス人もいますが、日本と比べるといや文化でしょうって言えるくらいナンパが盛んです。そしてもちろん逆ナンパも当たり前で、同性愛も盛んなので、男女年齢問わずいいなと思ったらとりあえず話しかけてみようっていうスタンスです。あ、日本人が気をつけなきゃいけないのは愛想笑い。愛想笑いはフランス人だけじゃなくて外国人には通用しないというか、見分けがつかないらしくて、愛想笑いをすると、お、彼女楽しんでるじゃん、いけるかもって感じで、もっとしつこくなるので気をつけてください。ちなみに彼氏がいるとか彼女がいるっていう言い訳もフランス人には通用しません。彼氏がいるからって断っても、あ、俺も彼女いるよ、お揃いじゃん、じゃあ電話番号交換しようみたいな流れになります。面白いよね。そしてナンパだけじゃなくて、普通に日常で例えばバスの隣に乗っている人に髪の毛きれいねって褒められたり、すれ違いざまにその靴いいねとか言われたり、スーパーのレジに並んでいる時に君のワインのチョイスいいじゃんみたいに言われたり、そうやっていいものをいいって簡単にちゃんと言えるところ、言える文化好きです。知ってますか、ポール、日本にもあると思う。パン屋さん、クロワッサンが美味しい、美味しいというか、ここはモノプリ、大きなスーパーです。このオペラ通りにあるモノプリは
日曜日もやっていて夜も遅くて何でも揃うのでお土産を買ったりするのにおすすめです。こういうコロナが流行る前は、おおすごい音、おお道がめちゃくちゃ、車線とかまあ引いても守らないもんね。絶対2台しか通れないところ4台並んだりしてるのが不思議。なんだっけ、すごい車の量、ゆっくりやって横断歩道の真ん中に車が止まることもしょっちゅうです。ここはピラミッドという駅です。ちょうど今スタートしたオペラ座ガルニエ宮とルーブル美術館の真ん中あたりにある駅です。オペラからルーブルまでは歩くと15分から20分かかるので、ちょっとだけ歩きたいという人はこの駅から降りるとちょうどいい感じに景色見ながら歩けます。この右側にはルーブル美術館のチュルリー公園見えています。うおー早い、ポリスは信号無視も逆走も当たり前です。緊急だもんね。でもすごく怖い、もう何回引かれそうになったことか。逆走は怖いよね。この辺りもお土産屋さんが連なっています。この赤いお店はモンサンミシェルのクッキー屋さん、ガレット屋さんだったのですが、最近できたけども潰れちゃってる。お隣は石鹸屋さん、いい匂いのものが売ってるお店、かわいいマリー・アントワネット風。フランス人はこういうのタイプじゃないと思うので、やっぱりお土産用のお店、アジア人かな、日本人の目から見ると可愛いって思います。やっぱりフランス人と日本人って趣味が全然違うなって思う。この辺りも洋服屋さんとかいろいろあるけど、お土産系はみんな潰れちゃってます。残念だな。コロナが流行る前は365日毎日本当に人でにぎわってて、この辺りは観光客ばっかりの場所だったのですが、ここも旅行会社だったし、もうほとんどのお店が閉まっています。さっきは道に突如エスカレーター現れましたが、今度は階段、これは地下の駐車場につながっています。パリには駐車場っていうものがほとんど地上になくて、何でも地下にあります。本当に車を止めるとかバイクを止めるのが大変で、パリで車を持つと渋滞もすごいので、それだけでも移動が不便なのですが、駐車場も考えなくちゃいけません。やっぱり車は不便だと思う。レンタル自転車、何年か前からパリでも流行っています。一緒に同じくらいレンタルトーチネット、電動キックボードも流行っています。これね、残念エピソードがあるのですが、2年くらい前かなに、どこかで気づかないうちにクレジットカードをスキミングされたらしくて、電動自転車とか電動キックボードのレンタルに使われてて、すごいショックだった。一体どこでやられたんだろう。すっごく気をつけてるのに全然気づかなかった。もう帰ってきたからいいんだけど、パリではそんなことも本当によくあります。ここはイリー、イタリアのコーヒー屋さん。やっぱりスト
ターバックスの方が人気があるみたい。なんでだろう。とかタピオカ屋さん、どこにでもあるね。フランスの建物の門って大きいでしょう。自動で焼くものもありますが、手動のやつは見た目とご想像の通りとっても重たいです。パリのアパルトマンや建物の門は必ずセキュリティコード、暗証番号付きの門で二重ドアになっています。一軒一軒のお家のドアも必ずオートロックです。パリは本当に空き巣の被害がとても多くて、1日に1000件以上空き巣が入っているそうです。私の周りのお友達も何人も被害に遭っていて、その中でも笑っちゃったというか、って思った空き巣の手口が、もう何年か前ですが、お友達がいつも通りお仕事終わって夜お家に帰ったら、階段を登っている最中にドア開けてないのに、あれ？お部屋の中が見える、変だぞってなって近づいて行ってみたら、なんとお家のドアがチェーンソーで切り抜かれていたそうです。今では笑い話だけど本当にかわいそう。そんな感じでパリは本当に空き巣多いので、パリジャンは空き巣とか泥棒に入られること前提でいろいろなものに保険をかけています。今ではそういうのも当たり前になったけど、たまに日本に帰ると、日本って本当に安全だなって思ったりします。もうそろそろ到着です。パリは本当にいっぱい噴水がある。今はお水出ていませんが、夏は全部お水が出ていて綺麗です。こういう一つ一つの景色とても綺麗だなって思います。奥の方に見えるのがオペラ座ガルニエ宮です。その道をずっとただただひたすらまっすぐ歩いてきました。ここを右にまっすぐ行くとサントノーレ通りって言ってハイブランドが並ぶ道に出ます。ここも普段は観光客の人であふれかえっているのですが、今は観光客らしき人は一人も見かけません。みんなパリじゃん。はい、到着。ルーブル美術館まで来ました。入ってみようか。オペラ座ガルニエ宮からルーブル美術館までまっすぐつながる一本道、オペラ通りをお散歩しました。あ、雪だ。これからもフランス情報やパリの様子をお伝えしていけたらと思うので、ぜひチャンネル登録とライクボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ファビアントー。寒い。うわー、なんて綺麗なんだ。これがルーブル美術館です。奥の方にエッフェル塔も見えています。夜降った雪がまだ残っていてとっても幻想的です。 Right is the ring of words when the right man rings them. Fair the fall of songs when the singer sings them.Still they are caroled and said, on wings they are.
見て、かわいい。